紀仙紀仙奉仕歌舞伎舞踊の紀仙平安時代の歌人。六花践の一人、紀仙帽子とも呼ぶ。本校で説明する。我が世は、殿の辰美四和を住むよう、宇治山と、人は言うなりという紀仙の歌から、茶の銘柄名。また、茶の隠語。平安時代の六花践を扱った、天保二年江戸中村座所演の歌舞伎舞踊。六花践姿、綾野、第三幕、紀仙。 奇仙帽子が女性をくどく踊りで、坂東三つ五郎家が代々得意とした。奇仙は、平安時代初期の新言州の僧、歌人、六家仙の一人。伝承では、山城国を特に軍の生まれとされ、出家後に、大御山へと入り、後に、宇治山に陰性しやがて千人に返事たと言われる。下に掲げる二種の歌のみが伝えられ、詳しい伝記などは不明。なお、奇戦の名は、 きつらの変名という説もある。また、漢武天皇の末裔とも、橘花諸家の孫で、橘花ならマロのことも言われる。古こも歌衆彼女には、言葉かすかにして、初めを張り出し必ず。いわば、秋の月を見るに、赤月の雲にあけるがごとし、読める歌、多く聞こえねば、かれこれを通わしてよく知らずと評されている。科学書、山戸科策式の作者とも伝えられるが、 今日では、平安時代後期の儀書と見られている。また、無名称によれば、宇治市の御室ロの奥に、奇仙の住処の跡があり、過人必見であるという。今も、奇仙道という小さな洞窟が山腹に残る。現在に伝わる絵画は、以下の2種のみ。本庁構想で巻の74奇跡防止に関するカテゴリー。ありがとうございます。